ボォルフガング・クラマーはドイツのボードゲームデザイナーである。クラマーは1973年から1988年までの16年間は運用管理者やコンピューター科学者として働きながら趣味としてゲームを作成していたが、1989年から専業ゲームデザイナーとなった。彼は200以上のゲームをデザインしており、総発行部数は1000万部を超えている。作品の多くが ドイツ年間ゲーム対象ノミネートされている。彼は他のデザイナーと連携することが多く、特にミハイル・キースリングやリハルト・ウルリッヒと組むことが多い。アンダーカバーの盤面、ボードの端がマス目となっている。プレイヤーの得点を記録するトラックを盤面の端に配置してあることがドイツのボードゲームではしばしば見られる。この方式はグラマーにちなみ、 クレーマーリストと呼ばれている。クラマーがこの方法によるスコア追跡を採用したのは1984年のゲームであるアンダーカバーが最初である。クラマーはパズルの本も上司しており、デア、パラストデアレッツェルやダイレッツェルデアプラミダといった2作品を書いている。ABCD、マイネビオグラフィー、ボルフガング・クレーマー、2016年10月25日、閲覧。 ありがとうございます。